来週にアンダー65キロ初代王座決定トーナメントリザーブファイトを行います。アコンは178センチ、66.6kg、モロッコマイクスチームファイティングタレンツ、イリアス・ブライド。危険な倒し屋、モロッコのワンダーボーイ、イリアス・ブライド19歳。アコンは172センチ、65kg、日本ゲットオーバータイト。終わり、名古屋のお祭り男タイト。さあ、いよいよアンダー65キロトーナメント、それに向けたリザーブファイトが始まろうとしています。この戦いは3分3ラウンド制、延長1ラウンドが用意されています。1ラウンド中に2回のダウンで TKO となる2ロックダウン制となります。今場内アナウンスであったように、1回戦準決勝に関しては1ラウンド中2度のダウンで負けとなる2ダウン制、そして試合の決着は KO、TKO 判定で決まります。パンチ、キック、膝蹴りが認められています。肘打ち、そして相手を両手で掴んでの攻撃、キックをキャッチする行為、これは禁止となっています。さあ、第1ラウンド、いきなり飛び出してきたのは青いグローブのイリアス・ブライド、ローキックも出していきます。赤いグローブがタイト。さあ、解説の中村さん、はい、この両者の戦いどう見てるんでしょうか。そうですね、イリアス選手はすごくこう荒々しくて勢いがある選手なんで、はい、それに飲まれるとタイト選手危ないんで、この序盤はすごく注目だと思いますね。そうですね、はい、関根さん、はい、立ち上がりどうですか。なんかやる気満々ですね。ですね、19歳グイグイ来てます。で、若いのにキャリアがあるっていうのは怖いですよね。55戦54勝、わずか1敗、すごいですね。バックスピンキックも見せます。マサトさん、緊張はなさそうですね。はい、緊張は全然しないですね。やっぱ19歳の若さっていうんですかね、もう怖いもの知らずでガンガン振り回してますよ。今タイトもいい連続攻撃あったんですが、いやでもこの一発、ちょっとこのラウンドはちょっとしのいだ方がいいですね。あ、そうですか。無理に乗っていくと危ないですか。そんなに打ち合わなくていいですね。タイト選手は蹴りなんかで相手の体力を消耗させていった方がいいと思います。なるほど。関根さん、でもイリアス・ブライド、はい、手足がものすごく長いですね。長いですね。で、もうタイト選手が入ってきた時は、タイト選手を、ね、見つめる目が怖かったですよね。そうですね、もう殺気がありますよね。はい、うわ、これ面白い。イリアス・ブライト選手はオーソドックスとサウスポーたまにスイッチするんですね。そうなるとタイト選手からするとちょっとやりにくいですよね。あ、なるほど。今も変則的な攻撃、少しタイミングずらすような攻撃も出してきますブライド。結構イリアス・ブライド回転系の技とか、飛び膝とか得意にしてるんで、この辺もちょっと注目してみてほしいなと思います。パンチのコンビネーションから左ロー、左ミドル、キャッチして押し返す。これキャッチ自体は禁止です。キャッチしての攻撃はボディストレート、左フック。中村さん、でも攻撃絞りづらいですよね、ディフェンスも。そうですね、なんかこう台風みたいな感じですよね。、はい、それがあって、マサトさんがこの1ラウンドはまず見ようと。そうですね、やっぱ最初ちょっと勢いが強いんで。しかし、まあ関根さん、はい、このタイトもこう乗っちゃうタイプですもんね。そうなんですよね、乗れば強いですから。そうですね、今ちょっとね、ペースのつかみ合いですよね。なるほど。イリア選手、パンチがすごく大振りなんですよ。だからこのラウンドでちょっと目を慣らした方がいいですね、タイト選手は。なるほど。ボディ目が慣れてくれば、だいぶ隙が見えると思います。なるほど。しかしこの長いリーチが長い。ただ大きい分一発は怖いですよ。ですね、これガードしっかりしています。イリアス・ブライド、カウンター右、すぐ左ミドル返す。残りが30秒です。ナイスジャブ。ここを間合い取りましたね。冷静な感じです。インローを出してきた。しかしイリアス・ブライド、もうグイグイガンガン振ってきます。3分3ラウンド制です。イリアス選手はすごく大きいパンチなんで、タイト選手は小さく細かいパンチで内側内側打っていくと、あ、なるほど、いいと思いますね。あ、長い手を伸ばして、ね、さあここで第1ラウンド終了です。 K-1 ワールドグランプリ2014アンダー65キロ初代王座決定トーナメントリザーブファイトが行われています。入ってます。30秒シーン。
本戦のトーナメントに出場する可能性はゼロではありません。頂点に立つ可能性もゼロではありません。リザーブファイトをご覧いただいています。赤コーナー日本のタイト、そして青コーナーがモロッコイリアスブライド。さあ第1ラウンドの戦いを踏まえて正人さん、はい、2ラウンド目に向かっていかがでしょうか。タイト選手多分だいぶ目は慣れたと思うんですよ、はいはい、したら慣れてくれば自分から攻撃を仕掛けていってもいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。しかし前に出てきます。これ立ち上がりも怖い、うん、この立ち上がりは怖いですよ、うん、1分過ぎくらいから多分勢いは止まってくると思うんで。そうですね、うん、うわーすごい、関根さん、あの近い前でブンブン振ってきますね。すごい、もうブルファイトですね。でも見てて楽しい選手ですね。そうですね、モロッコ出身だけにバダハリのファイトスタイルが似てますよね。なるほど、手足の長さもそうかもしれません。似てます似てます。アッパーも来た。肘から先がとっても長いイリアスブライド。中村さん、はい、対してタイト選手ですけども、改めてどういう選手なんでしょう。本当にすごく攻撃力がある選手で、はい、特に65に階級上げてからは結構相手を KO したりこう怪我させたりするぐらいパンチ力あるんで、この一発っていうのがね、その大振りのエリアスに当たれば、うん、分からないと思うんで、そこはどう出るかですよね。うわー、これは右のクロス、でも腕長すぎても肘から先だけで通り、左最後左フックにつなげました。ボディから左フック、マサトさん2つ、うん、そうですね、大振りばっかりかと思ったら細かいコンビネーションが左、左は細かいんですよね。大振りばっかりだったらだいぶ慣れたかなっていう感じがしましたけど、細かいパンチくると嫌ですね。タイト選手は今度は大きいパンチ右振ってきます。近寄ると今度最後左のフックでこうフィニッシュしたい、そんな感じも受けますイリアスブライド。こうあんまりコーナーに詰まらない方がいいですよね。タッチ選手は踏んでの攻撃は認められません。中野さん、ちょっと変則ですね、はい、でも中でもタイミングずらしたり、今のパンチはフェイント入れてるんですよ、はい、はい、一瞬外からフック気味に見せるぞと思わせて内側にから入れてるんですよね、まあ、55戦戦っています。19歳とはいえやっぱり子供の頃からやってますからね。そうですね、テクニックは争いに見えて持ってますね。そうですね、関根さん、こんな選手がリザーブファイトにいるんですね。すごいですね、レベル高いですね。 K1 ちょっとタイト疲れがあるか効いているか。やっぱり圧力がすごい強いじゃないですか、イリアス選手、はい、そうすると見た目以上に体力が消耗するんですよ。圧力でも疲れていく、圧力で疲れるんです、相手の圧力で。圧力の強い選手だと向かい合ってるだけで消耗していくんですよ、ちょっとこうガードも上がらなくなってきているか、うん、ちょっとスピードなくなっちゃいましたね、うん、でも危ないですよ、ここちょっと気を緩めるとここしのげるか。前蹴り出してきました花咲かすめる、残りが15秒になります。まもなく今タイムストップ、あマウスピースですね。あ、なるほど、蹴りで飛びましたね。はは、確かにちょっと目の下は腫れていますね、イリアスブライドも。右目ちょっと止めたいですね、全身を。そうですね、関根さん、ずっとこのペースですもんね、ちょっとクリーンヒット入れたいですね。うわ、最後ローキック、いや打ち上げてくる、バックハンドブロー、これも認められています、 K1 ルールです。第2ラウンドが終了となりました。今のバックブローはちょっと肘でしたね。あ、これ中村さん伺いましょう、はい、まあ、いろんな予想あったと思いますが、まあ、やっぱりイリアスブライドの前に出る圧力とパワーというか、まあ、時間が過ぎていけばちょっとねペース落ちるかなと思ったんですけど、もうどんどん前に出続けて、ちょっとそれをタイト選手はさばききれないまま2ラウンドまで終わってしまったんじゃないかなと、ね、はい、なんかちょっとそんな印象を受けますね。さあ、その2ラウンドのシーンです。関根さん、その左が細かく出してきたっていう話でした。はい、そうですよね、左のフック、ね、ショートでも出せるっていうのが驚きましたよね。こちらがタイトです。愛知県出身、まあ、愛知県在住の26歳です。ここまで25戦戦って12勝、4つの KO があります。ちょっと疲れています。青コーナーには大きな大きなマイク会長の姿もあります。関根さん、あの人を見ると K1 だなっていう感じがしますね。はい、うわー、いきなり来た、左危ない、それうまく右一つ返していきました。まっすぐの攻撃、ミドルキックすぐ返す。ここタイト選手ガンガン行った方がいいですね。もうね、最終ラウンドです。最終ラウンドですか。うおー、右が速かったタイト。
ここ下がりません。タイト、もうここは勝負ですよね。ですね、ちょっと足が滑った。まあ、この3ラウンドフルで戦って引き分けの場合は最終延長が1ラウンドだけ用意されています。延長ラウンドに関してはマスト判定となります。ロビー、まださん、いろんな角度から来ますね。いや、今の左フックがちょっとすごいフェイント入れてましたね。これガードの時計でもしっかりと固めます。ちょっと口が開いています。タイト前蹴り、まあ、しかし常にリングの中央を取って前にプレッシャーかけるのがイリアスブライト。サウスポーになった。今度は逆側の回転のバックキック。膝、中村さん、改めてこう両手でこう掴むのはダメなんですね。そうですね、まあ、いわゆる首相撲という攻防になったらブレイクになりますね。なるほど。今わざとやったんじゃなくて、オランダは普通に首相撲だけの日っていう練習があるんですよ。多分あれ体に染みついてますね。そうなってしまうんですか。流れでっていう感じですか。逆にバックスピンキック返していったのがタイト。今度は水面蹴りのように、うわ、ちょっと今右の肘のようにも見えました。うん、うわ、内抜いた、後ろ来ました、イリアスライド。いや、聞いてますね、関根さん。今のはすごいパンチでしたね。この骨の芯までこう響くような、あ、ダメだ、ダメージありますね。戦うか、もうあとはブライドが倒すだけなのか。イリアスブライド、こいこいというのはタイト。ああ、もう立っていられない。これもダウンカウント取ります。これは2ラウンド終わりではないですかね。2ラウンド本来は終わりです。2ラウンド本来はここで終わりのはずです。バックキック、2ダウンで終わりですね。はい、うん、関根さん、衝撃のあの一撃でした。そうですね、しのいでたんですけどね、3ラウンドに捕まっちゃいましたね。まさとさん、逆に言うと今までもらってなかったんですけどね、なんとか。そうですね、まあ、あとはやっぱり体力が消耗してきちゃったんで、そうなるとやっぱり結構パンチをもらってきちゃうんですよね。中村さん、中村さん、はい、このイリアスブライド実は相当強いよっておっしゃってましたよね。そうですね、もう本戦のトーナメントにもう出てもいいぐらいの選手なんで、はい、まあ、こう勢いとかね、こうパワーとか身体能力とかすごくある選手だと思ったんですけど、まあ、この細かい技術もあって、そうでした。いや、これはまた強い選手が来たなと思いましたね。驚異の19歳です、イリアスブライド。3ラウンド2分32秒ノックアウトで、さあ、あとは人事を尽くして天命を待つのみです。関根さん、でも本当にいきなりこの戦いから火をつけてくれましたね。すごいですね。だからもう、リザーブで誰か怪我した場合、はい、このイリアスが出てくるかですよね。そうですね、ちょっと日本勢怖いですよね。怖いですね。まあ、実は昨日公開計量はあったんですが、計量の後の会見に関しては本戦に必要な選手だけでした、はい。まあ、それをこう悔しそうに見ていたのがイリアス・ブライドでした。あ、また19歳だから回復力もあるわけですよね、はい。この後彼が出てくる場面が待っているのか。リザーブファイトはイリアス・ブライドがタイトを下しています。